皆さんこんにちは。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日はコンタクトレンズのケアの方法についてお話しします。このマルチパーパスソリューションというのはどういうものなのか説明していきますね。まず1本で、保存とか洗浄ができますというのが売りなんですけれども、このままダーッとこうかけて入れられる、目に入れられるということは、この液体自体はすごく実は優しい液体ですよね。ということで、コンタクトの汚れを取るときには物理的にこう指先を使ってこすって汚れを取らないといけません。ですから、この液を使って表、コンタクトの表30回で、また裏にして30回というふうに物理的に擦らないと汚れがなかなか落ちません。ですから、もう面倒くさいなって方はこのケア用品は向いてないですね。また時々擦りもしないし、ただちゃちゃっと洗ってるだけですって方が多いんですけれども、もうこのコンタクトの汚れはやっぱりアレルギーの原因になりますので、そのアレルギーがひどくなると、例えばコンタクトがズルズルにずれたり、すぐ曇ってしまったりします。そういう症状が起きている場合は、まずはケア用品に注目してみてください。他のケア用品に変えるか、もしくはしっかりと方法を守ったケアの仕方をやってくださいね。次は、つけ置きタイプのケア用品の話をします。つけ置きタイプも、過酸化タイプと溶度タイプがあるんですけれども、それぞれの、ものによって、つける時間が違います。例えば、こちらのグループだと6時間、こっちのグループだと4時間っていうふうに時間がちょっと違うんですね。ですから、睡眠時間が短い方などは、やはり短いものを選ぶといいと思います。そして、過酸化タイプのすごく注意しなくちゃいけない点は、消毒液で洗えません。もしボトルで朝間違って洗ってしまうと、もうすごく激痛になる、ものすごく目が赤くなって痛くなってしまうんですね。ですから、すすぎ液っていうのを一つ買わないといけませんので、そのすすぎ液っていうのをもう一つ買って、朝それで洗っていただく必要があります。過酸化タイプのシュワシュワタイプの場合は、それが大事です。なので気をつけてください。もう一つの溶度タイプに関しては、ボトル液で朝そのまま直接洗いますので、事故がほとんどない。事故が基本的にないんですね。ですから、私は一番溶度タイプをおすすめしています。一番事故が起きない。そして、タンパク汚れ、そういう殺菌力に関してもすごく強い。で、簡単であるっていうのが一番溶度タイプの特徴です。自分のタイプを、どんなタイプだったかなって自分で確認してみていただいて、新しいタイプの方が自分には合ってるなって思ったら、ぜひ変えてみてくださいね。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。